日も早く見てもらいたかったんですが、コロナ禍でいろいろ延期になりまして、やっと今日皆さんに見ていただくことになりました。また長岡に戻ってこれて、舞台挨拶にこう立てていることを本当に幸せに思います。 2K ニュースです。映画峠最後の侍の全国公開を前に6日、新潟県長岡市において出演者及び監督による舞台挨拶と先行上映会が開催されました。キャスト監督の皆さんです。幕末の渦に抗った知られざる最後の侍、長岡藩家老の河合継之助を演じられました役所広司さん、よろしくお願いいたします。こんばんは、役所です。一日も早く見てもらいたかったんですが、コロナ禍でいろいろ延期になりまして、やっと今日皆さんに見ていただくことになりました。ゆっくり今日は楽しんでください。どうもありがとうございます。そして次の助に仕える重木松蔵を演じられました永山絢斗さん、お願いいたします。どうも、はじめまして、永山絢斗です。まずこのお話をいただいてですね、小泉さんと役所さんという名前を見て、飛び跳ねたんですけど、素敵な、本当に素晴らしい役者さんの中にこう身を置けることを本当に、嬉しく思いましたし、すごくこう力の、入った作品だったので、こうやってまた長岡に戻ってこれて、舞台挨拶にこう立てていることを本当に幸せに思います。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。舞台挨拶には河合継之助役の役所広司氏、松蔵役の永山絢斗氏、監督・脚本の小泉隆氏が登壇し、作品への思いや見どころなどを語りました。映画峠最後の侍は3度の公開延期を経て17日より全国公開となります。先行上映会には観覧客や報道関係者など約300人が訪れて待望の上映を楽しみました。舞台挨拶の冒頭で役所氏は、一日も早く見てもらいたかったが、コロナ禍で延期になり、やっと今日皆さんに見てもらえることになった。撮影中は長岡の皆さんにお世話になった、今日は楽しんでいってくださいと挨拶しました。特にその美術的なもの大事なんですけど、新潟っていうところ本当に恵まれてて、素晴らしいロケーションというか、そこの中でこう演技して毎日してくれるのは僕は本当に楽しみで、毎日撮影の時から毎日今日も河合継之助それに会えるなって思いまして、キャストも本当に恵まれて、今回はね、素晴らしい俳優さんたちが一人一人本当に恵まれたということもあるし、侍というのは本当に子なんですよね。子、自分一人でもこれを藩を担うという非常に強い力を持ってないといけないんで、そのキャストの皆さん一人一人が本当にこの映画を担うという大きな強い力を持ってもらったんで、僕はこの映画を作れたことを本当に嬉しく思ってます。続いて小泉監督は、やっと届けることができる、撮影を終えてからずっと一人で抱えていたが、今日から皆さんと共通して河合継之助という人物を知ってもらえればなと思うと話しました。また原作である司馬遼太郎作品峠を映画化したいと思った理由について、小泉監督は、河合継之助という人にぜひ出会ってみたいなと思ったことが作品を作る上で大きな力になったと思うと語りました。260年余りに及んだ徳川幕府は終焉を迎え、日本全国が東軍と西軍に二分されます。そして鳥羽伏見の戦いを皮切りに戊辰戦争が勃発、越後の小藩長岡藩の家老河合継之助は東軍西軍いずれにも属さない武装中立を目指します。映画峠最後の侍は
2018年に長岡市などで撮影が行われました。長岡市の印象的なところについて役所氏は、次之助さんのお墓参りが印象に残っている、墓石に傷がたくさんあったことが印象的だったと話しました。さて、撮影が2018年ということで、あの長岡に皆さんいらっしゃるのはいかがでしょう、撮影ぶりでしょうか。はい、撮影以来です。はい、僕は車が好きで、車の、その部品を、新潟の職人さんに作っていただいて、それでこの前そう見に行って、その帰りに、あの長岡に寄って、はい、で2ヶ月前に実は来てるんです。全然久しぶりな感じがしないんですけど、役所さんからプレゼントもあったと伺ったんですが、あのキセルをいただいたんです。キセル、はい、役所さんそれはどうして。僕はあのまだスモーカーの頃に使ってたキセルがありまして、それを長谷君に大切にしてたやつをプレゼントしました。本当めちゃめちゃ嬉しいです。超宝物です。この撮影をしていた期間に、あの大河のイダテンという番組をやっていたので、そちらの方でもあのご一緒することがあったんですけど、役所さんのことをこういろいろ調べ倒しまして、レコードを出してるじゃないかということで買いまして、サインいただけますかってバカ野郎お前なんでそんな思ってるんだ俺の楽屋に来いって、あの楽屋で生まれて初めてのサインをいただいたというのもあります。一方、永山氏は役所さんの大ファンなので近くにずっといられるのが幸せでしたと語り、また撮影当時に役所氏からキセルをプレゼントされたエピソードも披露しました。舞台挨拶の最後に役所氏は、僕たちに与えられた大切な言葉がこの映画にたくさんあるような気がする、一つ一つを噛みしめて見ていただけると嬉しいと話し、挨拶を締めくくりました。 2K ニュースでした。